ああ、島流しにされちまったよ。島流し吉政状態だぜ。やっぱり島ってところはスリル、ショック、サスペンスだぜ。真実はいつも2つ3つ。どうも皆さんこんばんは。僕の水中世界のポークです。はい、秘密にされると気になっちゃうことってありますよね。僕もね、秘密にされると調べたくなっちゃったりするんですよ。スピリットクッキング有名人とかね、これグロいんでね、覚悟してみてください。グロいのが好きな人だけ見てください。絶対後悔するんで。さて、そんな僕が気になっているのが沖ノ島です。沖ノ島、そこでは何があったのか、どんな島だったのかっていうことを絶対に他言しちゃいけないらしいんですね。だからこの島で何が行われて何が起きているか全くわからないんですって。気になりますよね。パンドラの箱開けてみちゃう。ということで今回は謎のベールに包まれた福岡県にある沖ノ島について語っていきたいと思います。福岡県といえば犬鳴村について語りましたが、今回は都市伝説ではないってことなんだよね。実際にある島の文化のお話なんだよね。やばいよね、都市伝説じゃない、普通に伝説なんだよね。信じるか信じないかはアナフィラキシーショック。痛よね。舐めやがって。沖ノ島は福岡県宗像市にある九州本土から約60キロ離れた玄界灘に浮かぶ周囲約4キロの島。沖ノ島は島自体に神が宿るとされており、神宿る島と呼ばれています。2017年には文化的な価値がユネスコに認められ世界遺産に登録されているんですね。さて、そんな沖ノ島には古来より厳しい禁忌があって、現在に至るまで厳格に守られています。ここではそんな沖ノ島の禁忌をいくつか紹介していきたいと思います。しまったー、お言わず様。沖ノ島には島で見聞きしたことを漏らしてはならないというお言わず様と言われる禁忌があります。江戸時代にはお言わず様の禁忌を破ったことによるたたりがあったという伝承が残っています。あたりじゃまた島にあるものは一木一草一石たりとも持ち帰ってはならない。沖ノ島にある古代祭祀遺跡はほぼ手つかずの状態で守られてきたんですね。まあ、ここからはね、僕の仮説なんですけど、もちろんね、こういう信仰っていうものは必要です。人々の心を救うために大きな役割を果たしていると思います。この信仰を僕が悪く言っているつもりではなく、ただの仮説妄想です。なぜね、ここでお言わず様というものを作り出し、島の情報が外に漏れないようにしたのかってことなんですよね。何か守りたいものがあるんじゃないかなと僕は思いました。まあ、宗教というものについてなんですけれども、例えばね、人を作り出したものというものに関して論じるものっていうのは、なんていうか、僕は健康的だなと思ってしまうんですね。だけど人が作り出した神というのはやっぱり僕はね、あまり信じていません。それはやっぱりね、なんていうか、例えばなんですけど、よくお天道様が見ているからっていう言葉がありますよね。それはやっぱりそういうことによって、やっぱりこう人々の道徳意識を少し高めるための役割があったと思うんですよ。似たところで言うと、いいことをしたら天国に行くし、悪いことをしたら地獄に行っちゃうよっていうのも、なんか法律以外でやっぱり人々の道徳心を高めるための教育の一つだったんじゃないかな。似たものの一つで、学校から早く帰らないと暗くなるとお化けが出るよっていうのも、やっぱり教育の一環なんじゃないかなと僕は思うんですよ。で、そう考えていくと、この作られたルールというのは、ルールを作ったものが有利に働くためにこのルールは作られると仮定した場合、この伝承伝説は何のために作られたんだろうなっていうのが僕は非常に気になってます。女人禁制。沖ノ島は女人禁制で女性が島に入ることはできないんですね。沖ノ島が女人禁制である理由は諸説ありますが、タゴリ姫という女性の神様が祀られており、女性が上陸すると嫉妬されてしまうからなのではないかと言われています。ちなみに地元では昔は女性が容易に行けるような場所ではなかったから女人禁制とされたのではないかと考える人もいるようです。確かにこの女人禁制ルールというのは、まあそこに行ってね、女性がこう怪我をしたり命を落とすことを避けるために作ったルールという考え方もあります。でももしこのタゴリ姫の嫉妬説がガチのリアルだった場合ですよ、男性のみがその島に入り行われていることってなったら、皆さんなんとなく想像できたりしませんか？
や仮説ですよ、あくまでも仮説です。これディスってるわけじゃないですからね。こういう仮説っていうのは大事だと僕は思うんですよね。また女性が上陸するとたたりで海が荒れて船が難破するとも言われています。ここもね、ここもなんかもしこれがガチだったら、嫉妬説が本当だったとしたらですよ、やっぱり男性を独占したい何かがあるのではないかという説、そしてそのルールを作ったこと自体がもうなんていうか虚構だったりするんじゃないかと僕は思ってしまうんですよね。なぜならばですよ、一概にそうとは言えませんけど、人間って噂話好きじゃないですかね。噂話でやっぱり人はこう生き残ってきたというぐらいですからね。やっぱ噂好きって聞いてパッと思い浮かんでくるのって男性より女性じゃないですか。これどっちがいい悪いじゃなくて、やっぱりそれだけやっぱり女性っていうのはコミュニケーションを取りたがるし、いろんな情報をシェアしたがる。そう、シェアしたがるんですよね。うん、僕すごいいいことだと思う。これすっごいいい化粧品あったからあなたも使ってみてとか。でも男性はこれは俺だけの秘密にしておこうっていう人多くないですか。だから秘密を守れるのが男性だと思っていたんじゃないか。ということはですよ、女人禁制にしたのは広げてほしくない秘密が、なんか強い秘密が、大きな秘密がそこにあるんでしょうねっていう仮説です。沖ノ島には一般人の男性の立ち入りが禁止されており、宗像大社の神官だけが島への滞在が許されています。そんな沖ノ島にも一般人の男性が立ち入りできる日が年に1回だけあります。5月27日、日露戦争で日本海海戦が開かれた日です。激しい戦闘で命を落とした戦没者を慰霊するために現地大祭という行事が行われます。その行事に参加を希望する一般男子の中から抽選で選ばれた約200人が現地大祭に参加することができます。沖ノ島に上陸する際には全裸で海に入って禊をする必要があると言います。5月27日って言ったらまだそこまで暑くはないですよね。そんな時期に肩まで海に浸かって身を清めないと島に入ることができないのです。これはやっぱり選ぶ側とかも慎重になると思うんですよね。一般男性で、今 SNS の社会じゃないですか。だからそれを拡散されるとやっぱ困るわけですよ。だからそうならなそうな人ってなると、やっぱりなんかその抽選で選ばれる200人ってなんとなく絞れてくるんじゃないかなと僕は思うんですね。例えばものすごく影響力がある人が行ったとしたらどうなるか。その影響力を守るためにやっぱりルールも守るのか、その影響力が強いがゆえに拡散してしまった事実が本当と認識されてしまうのか、いろんなことを考えますよね。だからそういうことを考えた上で万全を期して安全を考えた上で抽選されるのがこの200人だと僕は考えるわけです。僕もね、行ってみたいなーなんて思ったんですが、2017年の世界遺産登録がきっかけで遺産の保全管理に厳格に取り組む姿勢を示すため現地大祭への一般人の参加を2018年から取りやめることを決定し、一般人の入島は原則禁止となりました。学術調査をする研究者や神社関係者の上陸は今後も認めるそうですが、ますます謎が深まっていきますね。世界遺産に登録するっていうことは、すなわち世界的規模でこれを遺産として大事にしていきましょうっていうルールの中にこれが入るってことなんですよね。そうすることで守られる何かがあるんだと僕は思うんですよ。これが登録されなければ手が出しやすくなってしまう。例えばこう神社に海外の人がやってきて、マナーを破っていくからやめてほしいみたいなニュースちょっと前にありましたよね。あんなことがやっぱり起こらないようにしたいなっていうのも多分あるんだろうなって僕は思うんですよ。ただそこまでして島を神に見立て守る理由とは何だろう。もしかしたらですよ、もしかしたらそこに巨大なエネルギーがと元となるなんかこう新しい金属みたいなものがね埋まっていて、その利権の争いに巻き込まれないために、その利権の争いを生まないためにあの島を神と指定した人がいるのかもしれないっていう仮説なんですけどね。でもまあなんか妄想は膨らむばかりですよね。今回の動画はですね、仮説をたくさん立ててきましたけども、これは皆さん勘違いしないでいただきたいのは、信仰とこの島に対して僕は、ディスリスペクトから、言っていることではないです。僕はただの仮説です。遺産は守られるべきだと思います。ただ秘密にされるとやっぱりこう人はいろんな仮説や想像や妄想が湧いてくるってことですよね。っていう今回のお話です。ちょっといいですか。ちょっと画面に近づいてもらって、もうちょっと近づいて、耳をちょっと傾けてもらっていいですか。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。YouTube では各週で投稿されている無料版の配信の他に、メンバーシップ限定で各週有料版を配信しています。メンバーシップに入れば無料版と合わせて毎週僕の二度知る世界の配信を楽しむことができるってこと。チャンネル登録と一緒にぜひメンバーシップ登録もよろしくお願いします。